って。あ、本当だ。よく着てる。4日に1回。毎日 T シャツ洗濯するから、そう。上の方にある T シャツを着てます。で、レッスンの時にはちょっと着れない T シャツを寝る時に着てる。余韻ではないです。ごめんなさい。うん、今ひーちゃんのドラマ見てるだって。え、見たい。なんか主役回だったんでしょ。早く見たい。なんか朝起きた時に体、なんか体大丈夫かなって結構ずっと思ってたんですよ、このセットリスト。でもめっちゃ全然平気普通に平気でした。全然平気です。筋肉痛なってない。でもなんか肌が焼けた気がする、マジで。なんか肌が焼けた、昨日のコンサートで。うん、焼けました肌が。朝ごはんは餃子食べました。餃子、餃子食べた。空のとツーショット撮った。撮ってない。昨日全然写真撮ってない、マジで。なんかさ、あっという間に本番だったんだよ。あっという間に本番で、もうあっという間になんか終わってた。うん、だから全然なんか自分から撮ろうみたいにツーショットを撮りに行った人いなくて、なんか撮ろうって言われてて、わっちゃ私もってなるぐらいしかなくて、だからマジで全然ツーショット撮ってない、昨日。てか自分の写真もあんま撮ってない。ご機嫌うるわしゅー。
の写真集すごかったね。ね、すごかった。もうやばい。すごいなって思った。ミオさん。ミオさんだからあんな素敵な可愛い大人な写真集が撮れる。子供負けてないよ。だって呼び捨てすんな。今日はあれ撮らなきゃいけない。あのさ、みんな卒業しちゃうから、卒業おめでとう〇〇とは一緒に歌の練習したり、すごい一緒に歌っててすごい楽しかったし、もっとこれからも一緒に歌いたいなって思ってたから、生意図が活動して、活動休止して、県民チームも違ったから、一緒になる機会があまりなくてすごい寂しかったです。卒業しても本当は昨日撮るって約束してたんですけれども、マネージャーに本当忘れてた昨日。もうやばいと思って忘れてて、昨日寝る前に LINE がパッて来て、え、何と思ったら何卒って来てて、え、あ、やばいって思って、やばい朝撮らなきゃって思って、まだ未読無視して、あのちょっと撮ります。今からあ、何とぞか、え、待って待って待って、え、ずっと何卒って言ってたわ。え、何卒だと思ってた。明日卒っていう舞台出てたからさ、それに引っ張られてる、うん、そう、多分そう、明日卒っていうね、そう、舞台出てたんですよ。それにやられた、ずっと何卒だと思ってた。明日卒の DVD 届いたから早く見たい。え、見て、そう、みんなに
届いてる、嬉しい。もしかして風邪ひいてないですかって。風邪っていうか、まあ、鼻炎なので、まあ、定期的に、まあほぼ毎日風邪ひいてるみたいな症状です。そう、調子がいい時の方があんまないかな、夏でも、うん。最近買った涙袋描くやつ、それは生誕ティーだって。違います、わかんない、クレヨンしんちゃんの生誕ティーなのかな。私はね、フールストアで買ったんですよ、 K のコンサート。昨日も見てて、終わった後すぐ、配信終わった後見て、今度じっくり見ようと思う。でも9月3日まで見れるから、そう、タブ系はでも千秋楽が10月 13?16? ちょっと忘れちゃったんですけど、13とかかな、うん。でもなんか私マナカと同じポジションなので、マナカにポジ散歩じゃあるけど、マナカと同じポジションなので、そうだから千秋楽出れない気がする。初日も、で私誕生日だったんですよ、チーム系の初日が。そうで、すごいわーって思って、コンサートで発表された時で、発表された時にわー私の誕生日だと思って、すごい楽しみにしてたけど、初日じゃなくて、そう、まなかと同じポジで、だから多分出なそう、千秋楽も。だから私誕生日の日休みでした。休みっていうか、まあちょっと違う仕事あったけど、公演出れた、スケジュール的には。15分経ちました。皆さん本日はね、すごい外暑いかもしれないので、熱中症とか気をつけて
一日過ごしてください。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位秋門太郎、12位 YK、 11位デコデコ、10位看板屋、9位マコピー、8位マカロニ48、7位カホ、6位ファデル、5位ハードの岩戸だし、4位幻、3位あやかん、2位みやちゃん、そして1位はマーアットおだし。ありがとう。ということで本日の配信はこれで終わりたいと思います。バイバイ。